ロミン。スカイターさんに今夜ものすごく伝えたいことがあるんですけど。え、今じゃダメなのかよ。ほほい、ダメに決まってるじゃない。ムードっていうものがあるんでしょ。ムード。とりあえず今夜あげといてくださいね。もし忘れてたりしたらギッタギタのメッタメタですわよ。よほほーい。それじゃごめんあそばせ。やばいぞブロミのやつ、以前より凶暴さと強引さが増している。このままじゃ。ブロミとの待ち合わせはここだよな。まだ来てないのか。スカイターさん。げ、来たなブロミ。スカイターさんにとっても伝えたいことがあるんですけれども、恥ずかしくてブロックで伝えます。あ、恥ずかしい？そんな玉かよ。なんだよ、ダイレクトだな。スカイターさん。うわー、ダメダメ、親子で楽しめるムスパパチャンネルなんだから。わあ、どん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 、俺様は古代怪獣ゴモラだどん、この尻尾で何でもどん、スカイザーもどん、ブロミもどん。貴様。タイトルの呪文知ってる人は40代以上確定。